家族をやってきていただきまして、なんでちょっと追試の問題をいくつか。 Fireflies hatch from eggs。 表現は絶対覚えといた方がいいです。いろんなの。そうで始まりました、もちろんチャンネル。さあ、ここからですね、はい、家族をやってきていただきまして、共通テスト必要だということで、はい、スポカと立教。立教は何学部？スポーツウェルネスと現代心理、はい、あ、スポーツ、そうでしたね、好きだと言ってましたね、スワローズが。弱いんですけど今年はね、阪神が強かったんですが、その中、まあ、共通テスト英語をちょっとやっていくということで、こちら、おお、知ってましたか？あるの？書店で見ました。この斉藤先生がですね、共通テストリスニングのアプリを作ったので、うん、リスパスというのですね。じゃあこれとリスパスを差し上げますので。はい、おかしいでしょ、リアクションおかしい。わー、重い。荷物が、ありがとうございます。荷物が合ってないもん、それ。ではリスパスの方はアプリですので、はい、そちらをやっていただきたいと思います。ということで、分かれてるってことですか？そう、第1問だけやりたいとかっていう風にできるし、さらには年代別で2023年本試からこうバーッと全部ここあるわけですよ。2006年の追試までセンターまでありますので、斉藤先生にもらいますんで。ありがたいです、はい、ちょっとやってもらおうと思います。え、23年本試も受けたわけですもんね、当然。本当に受けて、なんでちょっと追試の問題をいくつか、まあ家族できるんで、その実力を、解くとご覧あれということで、大問ごとにもあるし、こういう風にそれぞれので小問ごとにも分かれておりますので、まあリスパス、リスニングのリスとかけてるんで、リスとパスするなんで、だからこういう風にどんぐりなんですよね。あ、なるほどあ、なるほどQuestion number one. What a beautiful sweater. It looks really nice on you, Jennifer. え、待って、読んでなかった。まあもちろんもう一回、二回流れますから、本番は二回流すことも可能です。もう一回聞きますか、最初。Question number one. What a beautiful sweater. It looks really nice on you, Jennifer. ん？これで回答決定。おっと、正解でした。よかった、最初からいきなり手こずるかと思いましたけど、そうですね。で、解説、あー、1個ずつ、はい、1個ずつ解説が出てきますので、すみません、鼻かんでいいですか？はい鼻が垂れてきそうって誰かに似てるよね、その声。分からないです。先生のこれ鼻かんで、俺がその iPad をたくさん触られる左か、いや大丈夫、別にまあこれ戻るを押してやると、スクリプトを見ながら聞くということもできますし。 Question number one. What a beautiful sweater. It looks really nice on you, Jennifer. っていう感じの、こうですね、はい、できますし、あとはこう聞き取り、単語選択とかもあります。 What a beautiful sweater. はい、という感じでできるわけですね。よ、はい、正解です、さすが。で、さらに入力バージョンもありますね、はい、タイプできるの、タイピングできる。 What a beautiful sweater. 、はい、あ、一本指、一本打ちだ方だあれ、あ、間違った間違ったあれ、 理系で一本打ちでプログラミングしてんですよ信じられなくないですか？やば、一本打ちで人に教えてたら、一本打ちのやつに言われたくないって言われました。一本打ちのやつ言われたくないえ、じゃあ場所覚えてないってこと？覚えてないです、これ。わけわかんなくないですか？何の並べなのかという感じで、はい、こういうこともできます。こんな感じでいろいろなアクティビティで覚えることができたりしますんで、じゃあまあでもこれぐらいはね、簡単だと思うんでね、写真とか、はい、あ、これオリジナルですか？過去問題を、あ、見た、そう、見たことないやつでやってないから、はい、Question number 8. Fireflies hatch from eggs. And in the next stage, they live underwater. I know that. But then, they continue developing underground? Yes. Didn't you know that? No. Aren't fireflies amazing? Question.Which stage has the man just learned about? これなん、これ、ちょっと待って。Question number 8. Fireflies hatch from eggs. And in the next stage, they live underwater. I know that. But then, they continue developing underground? Yes. Didn't you know that? No. Aren't fireflies amazing? Question.
Which stage has the man just learned about? はい、そうですね。はい。水だって分かんなくて。どういう水です、あれは。土みたいに見えちゃった。ああ、そういうことね。で、アンダーグラウンドでディベロップしていくっていうのは知らなかったって言ってたんで、そうですね、そっちが。はい、正解ですね。そうです。こういうふうに解説もやってくれますので。絵についての解説を。はい、解説もしておりますね。これ、長い、すげえ、こんなに説明してくれてる。ありますんで。まあ、これがあったら参考書いらずと言ったら、これが売れなくなるから困るんだけどね。こちらでやり方も学んでね。和子さん、もっと難しい問題にやっぱり挑戦しましょう。第3問とかね、やっぱ1回読みのとこぐらいからが、はいってまず質問読みましょう。それぞれの問いについて対話の場面が日本語で書かれています。対話を聞き、問いの答え、女性が男性と夏休みの予定について話をしています。 Why does the man want to drive? Question number 12. Are you going somewhere this summer? Yes, I'm going to drive to the coast. That's quite farWhy don't you take the train instead? If I drive, I can park and go sightseeing anywhere along the way. Isn't driving more expensive? Well, maybe, but I like the flexibility. Hmm. Okay, okay. Wait. Revenge. Ah, こっちだ。はい、そうですね。解説言いましょう。はい。He prefers to stop wherever he likes ですね。はい。どこでも泊まれるっていうのが良かったね。3番だと、The train goes just part of the way ですね。部分的に行くってやつでしたけど、男性1回目の発言で夏休みに行く。これに対して女性は、海岸は遠くお金もかかるのに電車じゃないって言ったんだけど、男性は、車で行くと途中どこでも自由に寄れるという点を挙げていますと。これが、まあ、そのまま再生して音も聞くこともできますし、このスクリプト見ながら。Question number 12.とこういうふうに、まあ、Are you going somewhere this summer? Yes, I'm going to drive to the coast. That's quite far. Why don't you take the train instead? If I drive, I can park and go sightseeing anywhere along the way. Isn't driving more expensive? Well, maybe, but I like the flexibility. ああ、いいですね。Flexibility とかね、はい、という感じで、まあ、さまざまな本当に問題見れますんで、第4。難しそう。まず最初に読まないといけないですね。はい。To understand our campus services, we researched the number of students who used the cafeteria, computer room, library, and student lounge over the last semester. As you can see, the student lounge had a continuous rise in users over all 4 months.The use of the computer room, however, was the least consistent, with some increase and some decrease. Library usage dropped in May, but grew each month after that. Finally, cafeteria use rose in May, and then the numbers became stable. Ah, 待って、忘れそう。なんだっけ、上がったり下がったりするの。やばい、メモしてないから。聞きながら、そうですね。これやらないと、ここも聞きながらこれできる。あ、できたんですね。だからもう、はい、あ、教えたんだ。なるほど。覚えてね。もう一回ですね。はい。Questions number 18 to 21. To understand our campus services, we researched the number of students who used the cafeteria, computer room, library, and student lounge over the last semester. As you can see, the student lounge had a continuous rise in users over all 4 months.The use of the computer room, however, was the least consistent, with some increase and some decrease. Library usage dropped in May, but grew each month after that. Finally, cafeteria use rose in May, and then the numbers became stable. スピードも変えられますんで、もっと早くすることも遅くすることもできますので、もっと早くしますか。もっと早くしなくていい。The services 上がってステーブルになった。そう。なんで？もう一個か。あ、わかりました。こういうことだ。嘘。じゃあもうわかんない。Questions number 18 to 21. To understand our campus services, we researched the number of students who used the cafeteria, computer room, library, and student lounge over the last semester. As you can see,
The student lounge had a continuous rise in users over all 4 months. The use of the computer room, however, was the least consistent, with some increase and some decrease. Library usage dropped in May, but grew each month after that. Finally, cafeteria use rose in May, and then the numbers became stable. どこまで、あれ？カフェテリアが3つ目でしょ？ライブラリー選んでるよ、カフェテリア3つ目のところ。いや、3つ目？カフェテリア上がってそのままステイブルって言ったの。ステイブル？ん？資格が上がってステイブル。資格が上がってステイブルで、資格25？カフェテリアは1でしょ？三角が、あ、5月に下がってだから、ライブラリー。あ、これでいいですか？はい。はい、ということです。結構厄介なんです。白黒ですので、色ついてませんので、グラフどれがどれかっていうのをパッと見ながらやるっていうのはかなり大変です。表現は絶対覚えといた方がいいです。いろんなの解説もいろいろ書いてありますけど。まず最初、rise, you can see the student lounge had a continuous rise. ずっと上がってるんですね。rise in. これが上がるとか in と相性がいいですね。The use of the computer room, however, was the least consistent. 最も一貫してないですね。このステディとかコンシステントとかめっちゃ大事な表現です。With some increase and some decrease ですね。上がったり下がったりって、この with とね、これ IELTS とかだとすごい大事なんです。で、library usage dropped in May. はい、dropped in May で。But grew each month after that. その後上がって。Finally, cafeteria use rose in May. May に上がって。And then the numbers became stable. はい、安定したと言っていますので、このまっすぐになるっていうことでした。はい。なかなか大変ですよ、共通テストは。そうですね。でたくさんの問題ありますし、で間違えた問題とかは全部記録されます。はい、それだけまとめてる。復習ってところを押すとここに間違えた問題が出てくるし、あと間違えてなくても選んで星つけるみたいな。そうリスつけるリスつけるじゃないよ、どんぐりつけるとできますので、はい、こういった形でできるので、で大問5とこういうふうにそれぞれの。第1問だけをやるとか第2問だけをやるとかっていうこともできますので、はい、センターからも大量にやりますので、ぜひとも、はい、これ作るの相当大変だったということで、センターのリスニングって近しい感じですか？まあ、近しい部分もあるし、まあ、なくなった大問とかもあるので、この形式はなかったとかもあるので、ぜひまあやってみてください。大量に私は制作に関わってないけどアドバイスはいっぱいしました。こうしましょう、ああしましょうみたいな、こうすることができるといいですね、ああすることがいいですね、でまあ皆さんの声が変えていきますので、で一回買い切りなんで、買い切りって今分かる？課金がない。そう一回買えばなんで、それで新しい機能ついて便利になっても別にプラスでお金はかかりませんので、インプットもらってこう言えるし、今和子がやってたのを見て、あ確かにこれができたらいいなとかっていうのもそれを伝えることもできますので、はい、どんどん進化していきますので、ぜひともダウンロードしてください。はい、概要欄に貼ってありますので、はい、ダウンロードしてあげてください。ということで、はい、今回は和子に共通テストの問題に挑戦してもらいました。大丈夫ですか？そうですそうですね、はい、という感じでございました。じゃあ皆様ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.